ゴーシュも口を凛と結んで、目を皿のようにして楽譜を見つめながら、もう一心に弾いています。にわかにパタッと楽長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてしんとしました。楽長が怒鳴りました。セロが遅れだ!とうてて、ててててい。ここから、やり直し!はい!みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして、額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、楽長がまた手をパッと打ちました。セイロ、糸が合わない。困るな。僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。